去年のコロナの影響は丸かぶりしました、僕の店舗は。これ全体の中でも、はい、結構寺林さんのところはかなりひどい方でしたね。でしたよね、はい。はい、今回は竹田塾七校舎を経営されている株式会社クローバーの寺林社長との会ということで、まあ、寺林さんはもともとはお父さんの代からすごい岐阜で大きな塾をやられてて、はい、まあ、そこから竹田塾をやっていただいているわけですけど、はい、まあ、今回は特に去年今年みたいな、はい、ちょっとコロナの影響を、はい、まあ、竹田塾も受けたりもしてるんで、まあ、その辺ちょっと率直にお聞きしたいところもありますかね、はいはい、どんな感じですか。去年のコロナの影響は丸かぶりしました、僕の店舗。これ全体の中でも結構寺林さんのところは、はい、かなりひどい方でしたね。でしたよね、はい、それなんでかな。一番は開校と被ったっていうのがあります、ね、ああ、なるほどね。11月と、まあ、春の 2月に開校したものが2店舗春の、集客と丸かぶりして全く生徒が増えなかった。そうですね、だから去年は確かに関西方面とか、ね、3月に開校したら即コロナみたいな、はい、ということはやっぱあったんで、はい、まあ去年はどうなるかわからないっていう局面もありましたからね。本当にひどかったです、うん、特に西日本ひどかったですよね、うん、はい、特に関西はその前の前の年とか出してないから去年ね、はい、一気に出たから影響はあったかな。コロナとも関係なく校舎は増えてるし、はい、でもコロナがあってパイは増えないから、はい、同じところ取り合うみたいな、縮小してるところ取り合うみたいになったかな。開校特需ってあるじゃないですか、うん、あれを結構やっぱり狙って春に向けて3月とか2月とかチラシ大きく入れるじゃないですか、うん、あれが全部パーになって、うん、なるほど、はい、去年とかもそんなに影響を受けなかったっていう結果的に校舎も結構あるんですけど、まあなるほど、やっぱりね、開校のところはやっぱりあるわね。去年が悪すぎたから今年は、去年よりははるかにいいっていうのありますね、うん、はい、今年はね、逆にあれですよ、うん、去年ほぼほぼ影響が受けなかったんでっていう方が増校舎して、うん、でまたコロナでそこが影響を受けてる。だからね、あるコロナの影響はあることはあるんです。で去年も最終的には生徒数は前年同月に戻るんだけど、やっぱ 3,4,5,6 とか入らないからね。本来3月に入ってるはずの人が7月に入ってきたら売上として半分になっちゃうということですよね。そういう影響はありました。だ生徒数的にはまあ前年対比で同じぐらいっていうところも多かったと思うんですけど、前半の数ヶ月が一気になくなったっていうのがあったんで、うん、売上的には落ちてるところが多かったと思うんですね。そうですよね、はい、まあ、ただこれはどうしようもないっちゃどうしようもないですよね。たまたま今日竹田塾の勉強会とかやってたんですけども、それ以上に活動的にやってるところは生徒集めれてるじゃないですか。まあそれはね、はい、やっぱりこのピンチというか、はい、その逆風が吹いた時っていうのはやっぱり そこでまあしょうがないなって思っちゃう人もいるわけですよ、まあ、特に竹田塾の場合は潰れるかっていうと、まあ、15人いれば潰れはしないっていうふうになるんで、まあいつか終わる嵐みたいなもんだっていうような言い方がありますよね。今年はしょうがないねってこれ思った時点でまあそんなにいかないですよね。でもそこをやっぱり、マネジメント努力が強い会社だと、他も苦労してんだから今がチャンスなんだと、むしろ上げろみたいな、いわゆるピンチはチャンスだというね、まあそういうことで切ってられるところは強いんだとは思います。だから二極化するのはしょうがないと思うんですよね。1年2年やってみて、結局今回塾はすごくいいじゃないですか。そうですね、小中の塾はめちゃくちゃいいです、ね、で、はい、結局これはもう後からの分析になっちゃうけど、はい、やっぱ親の方、まあ、僕も娘とか息子とかいるから、うん、からするとコロナだから大学少し偏差値落としてもしょうがないねなんて思う人は誰もいないわけです。いないですね、はい、だから不安にはなるんで、逆に早く行かせるみたいな風になるんですよね、うん、塾は早めに行かしとかないととか、はい、逆転合格だから高3から行くものというイメージなんだけど、まあ、何があるかわからないから、またコロナが流行って途中で緊急事態宣言になるかもしれないから後任の夏から行かせようとか、これが今までの不況で、不況の時には結構いいんですね、塾っていうのはね。そうですね、僕も経営長いんで、うん、リーマンの時も東日本大震災も経験してますけど、うん、その時両方とも伸びました。でだからやっぱり世の中これから厳しくなるよと、うん、いうふうになると、やっぱ子供にはやっぱり教育にはお金をかけとかないとっていうのが親心というものでね、今日の勉強会でもね、高1高2そうです、ね、今まであんまりそういう視点ないからね、はい、うん、高2高1取っていくにはって何かアイデアとかあります。うち今竹田塾担当のメンバーで8名と僕と9名で会議を、うん、まあ
あの毎月やってますし、毎週担当者やってますけど、まあ、その話題が結構尽きなくて、何をすれば高2以下非受験生が集まるかっていうのはいろんなアイデアは出てますけど、まあ、一番は今中学生の受け入れをやってる校舎とやってない校舎ってバラバラじゃないですか、うんうん、まあ、その辺をそのうちは全部やってるんですけど、ある程度なんか統一見解としてフランチャイズ的に出て、なんかコンテンツとしてもこうバシッとなるといいのかなっていうのは思ったりもします、ね、だからライバルである東進衛星予備校、 それから河合塾マナビスっていうのは結局塾がやってるから持ち上がるわけですよね、はいはい、中3までお世話になってた塾が学び数をやってれば、とりあえずは絶対全員に声かけるし、高1から入った方がいいよ、1講座でもまあギリでも取ったりするわけじゃないですか。その流れが武田塾にはないからね。そうですね、うん、今回ねオーナー投票とかやってたあのプレゼン結構面白かったんだけど、はい、あそこでまあね、某日本の代表する広告代理店 D 社がさ、はい、日本初授業しない塾武田塾と逆転合格自学自習、このコンセプトがすごすぎるからターゲットに刺さりすぎるっていうことはターゲットが広がらないみたいな分析されてましたよね。言ってましたね、はい、まあ、なかなかそれも確かになと思うんですよ、うん、だこの逆転合格の解釈だと思うんだけどね、これ狭く取ったら、うん、本当高3の夏からでもいいじゃないみたいな確かにそういう見方もあるよなと。じゃあその逆転合格の武田塾を高2からいったらどうなのかと、少しでも早めの方が有利っていうのはセールスじゃなくてあるじゃない、理屈として。いや、もう間違いないですね。だから僕もね、小中から塾やってますけど、うん、よく聞かれるんですよ、何年生から入れたらいいですかって、うん、それはまあ早いに越したことないし、長時間勉強して成績が落ちるなんて聞いたこともないし、そうでしょ、だからまあ積み上げるべきだと思いますね。だからまあ今までは武田塾っていうのはそれでやってうまくいかなかった人たちを拾うっていうさ、はいはい、まあ、これ素晴らしい目の付けどころだったと思うんだけど、はい、でもやっぱこうメジャーになってきたから全国にも400超えてね、はい、そうなってきたら少しでも早めに始めてっていう方向もあるのかなとはね、はい、もう本当に今日ね、塾長が勉強会でおっしゃってましたけど、中学生でも一つの教科書教材を完璧にすれば成績上がるに決まってるんですよ、うん、だから武田塾の考え方って本当に合ってるんですよね。それを中学生にどう仕組みとしてきちっと落としてきちっと認知させるかっていうのは、まあこれからの全体としての課題じゃないかなって思ってますね。そうですね、はい、予備校と塾ってね、やっぱりビジネスモデルが違うから、うん、学習塾はやっぱり小学校4年から来たらね、はい、すごいもんね。もう本当にだ、基本的にうち1歳9ヶ月からやってますから。あ、そうか、はい、もう大流年数めちゃくちゃ長い子。それは1歳9ヶ月からずっと中3まで仮に通ったら、はいはい、まあ、立派な会社が買えるぐらいの月謝払うわけだよね、うん、サブスクだって言われる前からそういうモデルだもんね。そうですね、だから小中低学年からやってる塾って本当にサブスクだと思うので、うん、まあ、なので不況に強いっていうのは確かだと思いますね。そうね、はい、やっぱり早めに来た方が成果が出ることは間違いないし、はい、そういう話に響くのはこういわゆるこういい層というか、そうですね、意識の高い層だから ね、はい、うん、やっぱり逆転合格だけだと今年のように浪人生がね一気に減る、これなんかもうコロナと同じでこっちでコントロールできないんだよね。そうですね、本当今回ももちろんそのコロナがあってよかったとはまだ言えないんだけど、いろいろなものをこう見直してね、古くからのもう経営の格言としては不況こそこう新しい、ね、こうステージに行くこの発火台とするというね、まあ、そういう考え方があるわけで、まあ、今までと同じことじゃなくてやっぱりちょっとしたコロナによる逆風というのをうまくそこで次のステージに行くように利用ができればいいかなというふうに思いますけどね。まあでも7校舎ピンチみたいなところはないでしょ。1店舗ありますけど、ね、うん、1店舗あるんでちょっとそれ何とかしようかなと思ってます。1店舗だけ、はいはい、まあ、7の1ぐらいだったらね、はい、うん、けど潰れちゃうってことはないからね。まあ潰れることはないですね、うんうん、でそこはでも他のビジネスよりは、はい、いいとこですよね、はいはい、これからも頑張って、盛り上げていきたいと思いますんで、まあ、寺林さん本当にですね、はい、新入りオーナーのですね、そうですね、面倒見が良くて、はい、みんな寺林さんにいろいろ聞いて、丁寧に教えてくれて、まあ、ある意味 SV みたいな役割もしていただいているというですね、方なんで、まあ、これから武田塾を検討される方はよく覚えておいていただきたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。